ユウナ様。ドーク！トタケシ、耳打てるアナハ！マサキ、ユウナをガードし、ハッサーナ。ユウナマガミギョウズ。イーハベヤコーアナ、ガミギョウズ。ゴハスゴ、キナメネアナハ！ガードになったって言っちゃった。仕方ないよね。なんでアルベド族の言葉知ってんだ？なあ。私アルベド族だから。あれ、私の兄貴。知ってたのか。うん。なんで黙ってた？あんた怒るでしょ？最悪だぜ。反エボンのアルベド族と一緒だなんてよ。私たちはエボンに反対なんかしてないよ。お前ら禁じられた機械を平気で使ってんじゃねえか。分かってんのか。シンが生まれたのは人間が機械に甘えたせいだろうがよ。証拠は、証拠見せてよ。エボンの教えだ。曲もたくさんある。答えになってない。教えってさ、もっと自分の頭で考えなよ。じゃあ教えてくれ。なあ、どうして神は生まれたんだ？それは、わからないよ。けっ、エボンの教えをバカにして結局それかよ。でも、教えだからって、何も考えなかったらこのままだよ。いつまで経っても何にも変わんないよ。変わんなくてもいいんだよ。神が復活し続けてもいいの？もしかしたらそれ、止められるかもしれないんだよ。俺たちが罪を償いきれば神は復活しない。どうやって償うのさ。教えに従って暮らしていればいつかは償えるんだよ。なんか話にならないね。リュック。え？これは動くのか。うん。あれに乗ろうってのか。まさかアーロンさんもアルベドじゃないだろうな。変だよワッカ。何が？リュックがアルベド族だって分かったら急に怒るなんてさ。ここまで仲良くしてただろう。そりゃお前、俺スピラのことはよく知らないけど、アルベド族がどんな人たちなのか全然知らないけど、リュックはいい子だと思う。リュックはリュックだよ。ルー、アルベド族を知るいい機会、そう考えてみない？け、放っておけ。簡単には受け入れられない。ごめんね。あんたが謝ることないわ。さーて、行くっすか。運転できんの？ヒマリには負けられないっす。ワッカのこと嫌わないであげてね。大丈夫だって。ありがとう。ルルはリュックのことどう思う？私？そうね、見ていて飽きないかな。そんだけ。悪い子じゃないわ、それはわかる。だろ？ワッカもさ、それは分かってると思うんだよな。うん。ワッカも頭固いよな。エボンの教えってそんなに厳しいのか？教えのせいだけじゃないわ。え？あいつがアルベドを嫌うのはチャップのことがあったから。ああ、機械の武器使ってたんだっけ。でやられたんだよな。みんな真のせいか。クソ親父。何？ああ、こっちの話。あのさ、シンって誰かが変身するものなのか？そんな話聞いたことないけど、どうして？なんとなく、シンは罰であると同時に私たちの罪が形になったもの。結局わかんないってことか。考える必要あんまりないから、逃げるか戦うか。
選ぶだけで精一杯よ。あんまり深いこと考えない方がいいわ。なんかさ、いいのかそれで。やっぱりあんた本当に芯のない世界から来たんだね。